はい、どうも、カパイン長です。じゃあ今度はね、岸田政権の増税の話いきましょうか。大増税時代ですよ、本当に。ねえ。この金融所得課税強化検討っていうお話ですかね。投資環境を損なわないよう配慮。まあ一応この官房長官発表が記事になってるんですけども、ちょっとね、これめちゃめちゃですよね。尻滅裂すぎるこの増税プランじゃないですか。ね、うん。まあいいや、ちょっと内容確認しましょうか。まあ、松野官房長官が9日午後の会見で、金融所得課税の強化については、一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮して検討していく。ここがもうなんか変なこと言ってますよね。なんかほら、岸田に投資を、どやみたいな感じで、ほら、英国でなんか演説してたじゃないですか。ね、100兆吹き飛ばしたやつが何言ってんだよって、しらーって、シーンってしらけ倒したらしいっていう、そういう話がありましたよね。うん。あれはほら、一般の日本国民が、ね、まあ、タンス預金っていうか、この蓄えてる。これはこの投資に、ね、向かわせるようにするみたいな。で、そういう話あったじゃないですか。うん。っていうことを言っておきながら、本当だったらね、この、なんていうのかな、要は、我々一般日本国民が、ね、投資しやすい環境を作るっていうんであれば、税金って下げていくのが普通じゃないですか。ね。うん。なのに、上げる。で、その上げるんだけども、上げる際に、ね、そーっとやるって言ってるんですよね。うん。ね。貯蓄を投資に誘導してましたよね。なのに、そーっと税金もいただきますよっていう。かなり気違い内閣でしょ。おかしくないですか。ね、うん。我々一般日本国民のこの貯蓄を投資に誘導しておきながら、ね、その我々一般日本国民、一般投資家じゃないですか。投資しやすい環境を損なわないように配慮して検討していくっていうんですよ。課税強化について。何言ってんですかね、この人たちは。いや、もう本当大増税時代ですよ。で、まあ、岸田総理が5日にロンドンで行った講演の中で、資産所得倍増プランって あったじゃないですか。あったんですよ。で、それを打ち出したが、ね、岸田政権が検討を進めようとしている金融所得課税の強化との関係を質問された松野官房長官が、で、このプランは、NISA はもういいですよね。少額投資非課税制度ですよね。の抜本的拡充などで、国民の預貯金を、ね、資産運用に誘導する新たな仕組みの創設を検討していくものであると説明したと。これ説明になってんの？で、その際、2022年度、与党税制改正大綱で示された、一般投資家の投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮して、諸外国の制度や市場への影響などを踏まえた、総合的な検討を行うということに対して十分に配慮し、検討していくと述べたと。何言ってかさっぱりわかんないですけどね。要は、踏んだくるってことです。うん。ね、配慮して税金を上げる。すごいよね。普通配慮するんなら下げないの。ね、いや、これはもう確実に頭おかしいですよ。ね、いや、もう頭おかしいどころじゃないですよ。普通に殺意を覚える政権ですよ。うん。まあ、多分ご覧のあなたはね、僕なんかでもこの日本のこの経済とかさ、ね、この投資界隈とか、ね、詳しい人たくさんいらっしゃると思うんでね。うん。で、そういう方々はもうよくご存知だと思いますけども、もうありとあらゆる様々な指標でこれだけ日本の衰退がね、指摘されているのに、ね、この現職のこの、なんか岸田内閣のこの閣僚たちも、あと他の自公議員も、もうなんだったらもう特定野党会は野党議員も揃ってだんまりじゃないですか。いや、いつも言ってますけど、このツイッターで、ね、ツイッターでなんか政策批判してるなんていう、そんなのはね、はっきり言って仕事してるうちに入らないっていつも言ってるじゃないですか。なんもう素人のこのツイッターね、うん、コアユーザー以下ですよ。うん。だってバッチつけて議員やってる人間がね、うん、SNS で、ね、情報発信したら、そんなもんあくまでもツールの一つでしょ。ね、そんなんで仕事したうちに入らないんですよ。
ツイッター上で政策批判なんかしてもな、クソの役にも立たないんで、ね、議員だろ、一般素人と同じレベルのことやって満足してもらってても何の意味もないんで、いやだって現職の国会議員だったら、ね、それこそね自民党議員だったら岸田総理に直談判でしょ、面と向かって批判してこいよ、役立たずがとしか思えないですね。うん、まあ、あえて特にどこの誰とは言いませんけども。でまあ多分もう想像つくと思いますけどもね、まあ投資したね、この貯蓄から投資に誘導ってことでしょね、投資してまあ儲けたとしましょうよね、稼ぎがでね稼げたら税金で持ってかれるわけじゃないですか。例えば稼いだ金額の何パーセントぐらいだったらあれかな、 1% っていう、そんなねこんなはしたがれのわけがないと思いますんでね、まあ不労所得だからと、2割3割も取られるとしたらね、いやもしかしたら岸田総理だったらねもう半分 50% よこせぐらいのこと平気で言いそうな勢いですよね。うん、いやこれますますさね、あの蓄えある人は日本から出ていく流れが加速するんじゃないですかね。うん、ねタックスヘイブン、税金の安いところに行くと思いますよ。うん、だってこの金融投資課税検討なんていうこの発言がそもそもダメでしょう。ね、投資環境を毀損してますよね。検討であってもダメでしょう。ね、だって不透明極まりないし、こういう議論がいかにこの投資環境、投資それ自体にマイナスなのかっていうのはやっぱり理解してないですよね。岸田内閣はね、ほんと百害あって一理なし内閣ですよね。いや一理なしど、もうほんと話シャレになんないですよね、これ。日本の例えば株式市場とかさ、日本経済がもうどんどん没落していきますよ。本当に沈没しちゃうんじゃないですかね。経済音痴どころじゃないですよね。わざと日本破壊しにかかってますよね。うん。だからやっぱりもうね、日本をまるっと一切合切ね、中国とかに売り飛ばしたいわけですよ。売国内閣ですよ。ね、日本をね、内から外からボコボコにぶっ壊して、ね、中国に売り飛ばそうとしてるんですよ。他国に売り飛ばそうとしてるわけですよね。だから結局我々日本国民から金巻き上げることには一生懸命だし、決断早いんですよね。うん。なんか前々からね、この財務省の傀儡ってよく言われてましたけどもね、なんかくっそ頭の悪いさね、私腹肥やすことしか考えていない財務官僚なんかがもうちょろっとペロッと考えそうなことですよね。でそれ吹き込まれてそのままやってるだけじゃないですか。完全に操り人形ですよね。うん、だって岸田さんのせいで株価100兆暴落したのにさ、ね、株主には配当金から分配せよと言ってみたと思ったら、今度は国民に、我々に預貯金をね、資産運用に当てろって言ってるんですよ。うん。なんでてめえの尻拭いを我々がやってやんなきゃいけないんですかね。うん。いやいやいや、それだったら政府が国内企業が成長できるよう支援すりゃいいんじゃないんですか？うん。いや、話にならないですね。秒で変えないと、この人マジで。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。